岡 SG 第63回ボートレースダービーシリーズの最終日、一般戦第4レースを迎えました。出走メンバーは1号艇群馬の山崎智也、2号艇福井の中島康平、3号艇福岡の渡辺浩二、4号艇兵庫の魚谷智之、5号艇群馬の江口昭夫、6号艇岡山の茅原裕樹、以上の6人の選手によって争います。枠なりにゆっくりとした作戦待機行動が展開されています。1号艇の山崎智也、陣営は大きな声援に応えられませんでした。さあここは人気に応えるか、1枠陰線です。そして2コース、今シリーズは度重なるアクシデントを乗り越えまして船木に貢献しています、2号艇の中島康平。3コース、地元福岡ダービー2日目に SG 初勝利を飾りました3号艇の渡辺浩二。4コース、4番の魚谷智之、順位は大激戦でした。優出まではあと一歩でした。惜敗でした4号艇の魚谷、その鬱憤を晴らすか。5コースが引っ張りました、5号艇の江口昭夫、そして6コースが6号艇の茅原裕樹。一般戦の第4レース、枠なり4対2インコースから1番、2番、3番、4番、アウト、5番、6番です。スタート3秒前。スタートしました。一般戦の第4レース、内側に手が覗いたスタート。さあ、スイートを伸ばしていくのは1号艇の山崎。一周の内枠、インカー逃げる1号艇の山崎、握ってアタック、3号艇の渡辺浩二。インからがっちりと受け止めました。1号艇の山崎智也。スタートは前提正常でした。先頭は1番の山崎智也、その後ろ1枠果敢にまくった3号艇の渡辺、内側通っては2号艇の中島。一周にマークの旋回、トップで旋回は1号艇の山崎、そして2号艇中島先行した。切り込んでくる3号艇の渡辺、2番手は接戦、2号艇の中島と3号艇の渡辺、その後ろは定冠離されました。4番の大谷智之、5番の江口昭夫、最後方6番茅原裕樹。2周の1マーク、トップ旋回は1号艇の山崎、そして2番手2号艇の中島先行した。3号艇の渡辺浩二、果敢に握ってくるバックスレッチ、まだまだ2号艇の中島に食い下がる3号艇の渡辺浩二、2号艇3号艇その差まだ一定審査です。トップは独走、インから押し切った1号艇山崎智也、2周の2マーク先頭で折り返します。そして2番手は2号艇の中島キープ、3番手が3号艇の渡辺浩二、上位体系1番、2番、3番です。その後ろ4番手が5号艇の江口、5番手4号艇の魚谷、最後方6号艇の茅原。3周の1マーク、1号艇の山崎智也がトップで旋回、2番手が2号艇の中島康平、3番手3号艇の渡辺浩二、上位の体型は1番、2番、3番です。この1、2、3、3連単オッズは 13.5 倍。声援に応えました、人気に応えた1号艇の山崎智也先頭、そして2番手2号艇の中島、3番手は3号艇の渡辺、最後迫った5号艇の江口、届かずの4番手、まもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番5番の順でゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第4レースうち3人で決まりました。一般カード勝ったのは人気を集めた1号艇山崎智也選手、シリーズ2勝目のゴールです。そして2着には2号艇の中島康平選手、ここも連絡みでした。3着3号艇の渡辺浩二選手で1、2、3の組み合わせとなっています。